こんにちは。今日はね、ファミリーマートで買った東京オリンピックの謎の T シャツを着てね、実況していきたいと思います。ペガちゃんです。ちなみに、この T シャツ3300円しました。たけマジぼったくりだろ。そういうことで、今回河川敷でやっていきます。はい、今回は試合でやっていきます。で、対戦相手なんですけども、今回はですね、レジェンドジャパン行きたいと思います。結構戦ってるからか、これなんかめちゃめちゃあれですよね、成績いいっすよね。はい、チブルルさんとやっていきます。始めよ。さあ始めよ。はい、ということでフォーメーションこんな感じでやっていきたいと思います。今回なんですけども、3人技しか打てないチーム意外と強い説ということでやっていきたいと思います。ということで今回のチームのメンバー全員ですね、シュート技、ドリブルは今回ないです。シュート技、ブロック技、キーパー技、全部3人技しか打てないと、そういうちょっと縛り的なね、企画になっております。なんですけども、3人技って基本的に強いじゃないですか。だからまあ意外と強いんじゃねってことでやっていきたいと思います。はい、ホーリーロードスタジアムです。試合開始だ。試合開始だ。はい、ということでやっていきましょう。あ、久々の焼きそば、焼きそばいる、久々の。さあ、ということでやっていきましょう。よろしくお願いいたします。今日ね、これね、ベンチメンバー含めてね、3人技打つ選手がいっぱいいるから、もう本当に打ったら交代、打ったら交代をすぐやっていかないといけない、そういう感じでやっていきます。なのでもうすでにこれタイムをかけれるようにやっていきたいと思います。いくぞ。これちょっと、はい、まずいくぞ。あれ、まず合体技、3人の合体技といったらこれですね、ディープジャングル。そして軌道、軌道いきましょうか。いきます、1回目。さあ、稲妻ブレイクきましたね。おっと、まあまあまあ、これは貫通していきますが、ああ、ゴッドハンドもいいか。まあこれはね、さすがにシュートブロック入ってるんで苦しかったですけど、まず1回目の3人技打っていきました。さあ、次次次次次次、オッケーオッケー、まず佐久間、オッケーオッケー。これディープジャングル、あー、くそ。フド、行くぞ。キラーフィーズ、おいおい、フド行くぞ。フン、偉そうに、偉そうにがなかったですよ。無視するなよ、起動のセリフを。佐久間溜まってたな。佐久間、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 前にパスしたがるせいでさ、こっち打てなかったんだけど。さあ、これ佐久間、佐久間起動、佐久間起動、不動でいきます。皇帝ペンギン3号です。これもいい技だよね。うん、紫色のペンギン、皇帝ペンギン3号。いやー、くそ。ここはしかしながら厳しいですね。さあ、これ吹雪が来ます。これ吹雪なんだ、ウルフレジェンドかな。あ、ザ・バースだ。まずい。ザ・バース、ザ・バース。これシュートブロック入るか。入りません。はい、ただこちらのキーパー今日はザゴメルです。ザゴメルのハイボルテージ、いや、ちょっと待って、ザゴメルが味方にいるとめちゃめちゃ心強い。いつもめちゃめちゃやられてる相手だからさ、こんなに心強いことはない、ザゴメルが味方にいると。さあ、次なんですけど、もう皇帝ペンギン3号打ったので、不動佐久間一旦ね、これいなくなっていただきまして、ヒーローと吹雪、これをね、投入したいと思います。ここで選手交代。さあ、ちょっとね、技の方もいじりまして、さあ行きましょうか。あちらもこれは3人技で来るか。あちらも来ますね、3人技で。これ大丈夫。ラストデスゾーン、ラストデスゾーン、これ恐ろしい技が来た。これハイボルテージ大丈夫、これ大丈夫かな。いや、強い強い、強すぎる、強すぎる、やばい、強すぎる。そしてエンド、前半
遠藤豪炎寺吹雪であの技いきましょう。ジアこれいけるかどうだ。遠藤対遠藤よしよしよし先制点が決まったぞ。これが僕の成果だ。よしこれはでかい。ここでの先制点でかい。しかも相手のエンドを破るこのジアース素晴らしいな。お、キド言いましょう。キドもねちょっと技変えました。キドもちょっと技変えましたので、ちょっと来い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 、行きます。はい、皇帝ペンギン3号の次は2号。あ、さすがにか、さすがにか、怒りの鉄槌はさすがに決まらず1対0。いやでもこのイレブンちょっと楽しいよね本当に。で後半なんだけど、まだ選手変えずにいきます。極上のおでんをちょっと高円寺に使わせていただいて、ちょっと高円寺であの3人技を打ちたいと思います。さあ、後半開始だ。後半行きましょう。あの超ロング3人合体技を打ちたいと思います。行きましょう。さあこれ、おっ、いやこれ相手は残りでは来るか。いやかわすな、めっちゃ、え、これ大丈夫かこれ。マキシマムファイヤー、さあマキシマムファイヤー来ました。マキシマムファイヤー、ただハイボルテージがいます。ここにいやザゴベルの安心感、ザゴベルの安心感が半端ない。もうザゴベル半端ない、めっちゃ半端ないって。さあそして高円寺いきましょう。さあ高円寺があの3人技を打ちたいと思います。ディフェンダーもいませんね。さあいきます、グランドファイヤー。はい、今回はイグニッションって言いませんでした。さあグランドファイヤー、遠藤の足元もすでに燃えています。ゴッドハンドブレイク、これはちょっと、うん、分が悪かったか。認めた、行くぞ。さあちょっとこれ固まる、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 ディープヤングル行こう。あれ、あれちょっと待って、今日はこれすいません、あの技設定ミスが出ましたごめん、技設定ミスが出ました。でも分身ディフェンスって固まるが3人分身してるから、ある意味3人技だったさあということでグランドファイヤー打ったので、豪炎寺、虎丸、あともう遠藤もいいかな、天馬剣神道、この豪の3人衆行きたいと思います。ナズマレジェンドジャパンボールで試合再開。ちょっと待って、これ来るな豪炎寺。これ豪炎寺合体技あったっけ。あ、この技なんだ。いやこれちょっときついか、さすがに。プライムレジェンド、さあ映画ではこれザゴベル決められた技ですけど、リベンジなるか。うおー強い、ザゴベルが強い。そして今交代に入ったばかりの天馬があの技を打ちます。オッケー、いきます。危ねえ、これはある意味3人技ですよね。ソードファイヤーどうでしょう。ゴッドハンドブレイク、あー惜しくも、惜しくも、惜しくもでしたね今。ただ相手の時間稼ぎにはなった。さあこれワイマン無理だとか。ワイマンブリザード、ちょっとブリザードの言い方クールでしたね。さあハイボルテージ再びいけるか。やらせねえ、ハイボルテージ
うわ、強え。バチクソ強いんですけど。さあ、こちらもヒーロータイムで。こちらもヒーロータイムで。そして、なんと、天馬、ミキシマックス。なぜミキシマックスしたか。これね、皆さん、これちょっと注目していただきたい。振動と剣来て、この技なんです。行くよみんな。最強イレブン波動。最強イレブン波動。久々の最強イレブン波動。ゴッドハンドブレイク。さすがにね。え、ちょっと待って。みんなで取った一点だ。ちょっと待って、この試合豪華すぎんか。ちょっと豪華すぎんか。ここまでの展開。いや、レジェンドジャパンも打つ技がすごいし、うちらもめちゃめちゃ強い。稲妻レジェンドジャパンのキックオフで。今日の試合やばいでしょ、普通に。ということで、ちょっとね、多分決まんないから、遠くからでもいいや。ここで、ヒロと、ヒドを、吹雪で、ビッグバン。ビッグバンです。おお、シュートブロックの間をすり抜けた。さあ、ゴッドハンドブレイク。いやー、キーパー見事に止めた。さすがに止められましたけども、これさ、みんな集中だ。ちょっとさ、もっかいエンド出さない？もっかいエンド出してもいいかも。ちょっとエンドをゴーエンジー、ちょっとトラブルもっかい出させていただいて、ちょっとジェットストリーム。いや、待って、ジェットストリームやるんだったら不動からのジェットストリームにやろう。また不動が溜まるか問題ですね、ゲージがね。さあ、リアルのサッカーではね、一回選手交代したら二度と出れないはずなんですけども、いないでは超次元なんで出れますと。さあ、これゴーエンジー来ますね。おっと、舐めてきたな。ファイヤーフルネード。いや、これさすがにキャッチできない。いやいや、キャッチできるでしょ、さすがに。さすがにいけるって、さすがにいけるって、俺を信じて。ほらね。そして不動たまるでしょうか。いや、ちょっとギリいけるかいけないからな、これ。ドラゴンクラッシュ、ドラゴンクラッシュ。これもキャッチできますよ、これもキャッチできる。いや、これ、あ、無理だな。不動は無理だ、さすがに。オッケー。さあ、これヒーロータイムで。ヒーロータイムでこれ、フードいけるか、フードいけるか、これ、フードいけそうじゃない、フードいけそうじゃない、これ。ふぶき、おい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 。甘い声で俺の企みを阻止する。ただもっかい、もっかい、これフード頼む、フード頼む、頼む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 。撃てた、ギリ。アニメではボツになったが、イナストでは打てた。ジェットストリー。さあ、ゴッドハンドブレイク。まあ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 、さすがにちょっと遠かったってのはありますが、これで、いや、見事な勝利。最後まで目の離せない試合でした。今日の動画撮れなかやばくない？ってかさ、俺がさ、そもそもまともに実況してなかった。ただの1いないでファンになってました。すいません。まだ